あとは外に送るだけだ。化け物退治に慣れてきたな。なんだろうこれ。
端がいるかもしれんな。カッパより天狗の方がいいよ。なんだお前、天狗派か。派っていうほどでもないけどね。ちょっと無鉄砲すぎるか。足元に気をつけろよ。油断すると転ぶぞ。他にもいる。探さなきゃ。準備ができたぞ、相棒。了解。に助ける。少しずつ強くなってるぞ。Thank you.
そういや、向かれ。物資は補充できたな。全部救えない。
あたりを調べてみようぜ。バイクのパーツを探さなきゃ。ガソリンとタービンホイール、それにあの世の干渉が強い場所か。お前、消費者金融になんか興味あるのか？あ、そういうところなんだ。高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか？ガソリンもありそうだね。あの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。目星はついた。あとはお前の頑張りだぜ。走るのは僕だからね。どこから行こうか。お前の好きなところからでいいぜ。どれだけ回り道しても最後はあの…男のところに行くだけだからな。動きだったぞ。Thank you.
でまた強くなれた。あとは外に送るだけだ。猫又が商売するな。いいのがあるぞ。このタービンホイールは使えないな。型が違う。これでもダメ？リンクのやつ、替えの効かないもの使いやがって。こいつら。アキト、なんとかできるか。やってみる。全部片付ける。あらつが来やがったぞ。その調子だ。どんどん射抜け。どうだ。
その調子だ。どんどん射抜け。ちょっと答えてきたぜ。くそ。矢がない。どこかで手に入れないと。また増えたか。うまいぞ。とりあえず撃ってりゃ当たる。焦る必要はないぞ。やべえのは俺の方だからな。我慢ってのも限界はあるぜ。もう経験が今ので最後か。よかった、経験のところに行かなきゃ。いい腕だったぜ。やるじゃねえか。まあね。お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。バイクのパーツを探さなきゃ。とりあえず他のものを探すぞ。警護だな。まあね。これでよし。あれはスーパーカークラスの部品を使ってるから普通の車じゃダメなんだ。スクランブル交差点の地下で車の展示会をやっている。 KK なら知っていると思ったんだけどね。俺なら知っている。とりあえず行ってみるか。
なんだかもったいぶった言い方だったね。どうせ俺たちが困っているのを楽しんでるんだろう。AK が困ってるところは確かに面白そうだ。その時はお前も困ってるんだぜ。いいのか？商店街だ。俺はなんだかんだで利用するな。欲しいものはすぐに手に入る。助けられてよかった。邪魔するなら倒させてもらうよ。高いな。どうやって登ればいいんだ。ここからじゃ無理だろうな。高速道路の方はどうだ。
ビルも今じゃ平凡に見えるな。カゲリエとかと比べるとね。いつも焦ってそうだ。KK であってほしいんだが。エドだ。またボイスレコーダーだな。今の渋谷の状況を確認したい。あの奇妙な月を調べてくれないか。これはとても重要なことなんだ。データは複数欲しい。いくつかのポイントでデータを取ってくれ。必要なものは準備しておいた。後ろのロッカー252だ。では頼んだ。ものすごく一方通行な会話だったね。いつものことだけど、あいつが重要だって言うんだ。調べてみるか。
まずはロッカーにあるものを回収しよう。252だったね。なんだろうこれ。観測装置だろうな。腕につけてみろ。開けた場所に行こう。月がしっかり見える場所だ。ビルの屋上とかかな。気を引き締めろよ。強くなってるのが分かる。いい手際だ。
あとは外に送るだけだ。このバスからビルに飛び移れそうだぜ。マジか。ちゃいけねえ。あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか？覚悟はできてるみたいだな。どうだ、あの世で会いたい奴はいるか？俺は田舎のじいさんに会いたい。一緒にカッパを探したんだよ。汚れだらけだ。江戸の言う通りなら冥界の交友もありそうだな。あいつらまでいるのか。
られないね。付き合うしかないな。できれば早く帰りたいよ。どうしても俺は渡してくれないみたいだぜ。無用だ。とっとと帰るぜ。汚れが元に戻ってるよ。どうりで帰ってくるやつが少ないわけだな。出口まで突っ走れ。死ぬかと思った。あの世ってのは帰ってくる方が難しいもんだからな。ここなら十分な高さがありそう。上に行ってみるか。
は高いな。行ってみるか。うまいぞ。化け物大臣に慣れてきたな。ここを通るとあの絵のことを思い出すよ。ああ、あれか。印象的だからな。KK ならわかるって言ってたけど、何か心当たりある？さあな。そういうことか。うちのガキが好きだった車だよ。このタービンホイールなら使えるだろう。これで全部揃ったな。アジトに戻ってバイクの修理だ。KK の家族の話、初めて聞いたかも。話すほどのことじゃないからな。じゃあ、いつか聞かせてよ。僕も話す。まあ、いつかな。
アキト、少しの間俺に体を貸せ。修理する。うん。よし、動きそうだ。このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか？ここまで来たんだ。手ぶらじゃ帰れねえな。ああ、必ず周りを取り戻す。